HKS GR スープラプロジェクトの大森です。RZ グレードのスープラに引き続き、先日の会でお話ししていた SZR グレードのスープラです。こんにちは。HKS 代表取締役社長の水口です。実はですね、私、ここにあるこのスープラを購入しました。SZR、2リッターの方の車を購入しました。いろんな話を聞いていたら、もうこの車の前評判がいいよということで、ちょっと私も乗ってみて、いろいろとオーナー目線で商品開発に携わるというか、いろんなことを開発者にアドバイスをしていったらどうかなというふうに思っています。私はこの車の他に BNR32 の GTR V-SPEC2 というのも持ってまして、これは大事にですね、保管しながら、保存しながら乗ってるんですけれども、これとは別に、トヨタのスープラでいろいろと楽しんで、これから走ってみようかなというふうに思っています。このスープラが HKS にやってきました。早速ですね、この後、純正の計測を行った後、現在発売中のスーパーエアフィルターとハイパーマックスツーリング、こちらの適合の確認をしていきます。スーパーエアフィルターは純正交換タイプとして世界初の新開発乾式不織布フィルターを採用しています。さまざまな大きさのダストを段階的に確実に捕獲することができます。繊維構成を最適化することで通気抵抗の低減化も合わせて実現しました。新開発乾式不織布フィルターは新品時の吸気抵抗の低さはもちろんのこと、長期間使用しても低抵抗をキープできます。ハイパーマックスツーリングの装着が終了しました。ハイパーマックスツーリングは、HKS のスプリングとアジャスター、それから純正のショックアブソーバーを両立させたハイブリッドサスペンションシステムとなっています。SZR グレード、RZ グレードではアダプティブバリアブルサスペンションシステムと呼ばれる、電子制御式のショックアブソーバーがついています。で、こちらの機能を生かしたまま車高を調整したいというお客様に最適なキットとなっています。具体的にはこのようなキット構成になっています。左側の部品、こちらがフロントの構成です。こちらの右側の部品がリアの構成です。純正のサスペンションを取り外していただいて、アッパーマウントを取り外していただきます。それから、スプリングを取り外し、スプリングのロアシートも取り外します。で、HKS のアジャスターを代わりに取り付けていただいて、その上に HKS のスプリングを乗せていただくと、そしてアッパーマウントを取り付けていただくような形です。で、実際にはこちらのネジを使って車高をお好みの高さに調整していただくような形になります。リアはですね、スプリングとショックアブソーバーが別体式になってますので、まずショックアブソーバー取り外しまして、ショックアブソーバーに純正のバンプラバーついてるんですけども、それをこちらの HKS 製のバンプラバーと HKS 製のブーツに交換していただきます。純正のスプリングロアシートはそのまま再使用していただいて、スプリングは HKS のものをマウントしていただきます。で、その上にアッパーシートの代わりに HKS 製のアジャスターを乗せていただいて、こちらのネジを使ってお好みの車高に調整できます。ハイパーマックスツーリングはミスタースープラこと折戸学選手の監修のもと、ワインディングを想定した群馬サイクルスポーツセンターや、サーキット走行、実際には富士スピードウェイのレーシングコース、
それからジムカーナコース、いろいろなシチュエーションで、実際にテストを行いセッティングを詰めてきました。一般的なローダウンスプリング、車高が下がる分、ストロークがなくなって底突き感が出てしまうようなイメージをお持ちかと思うんですが、ハイパーマックスツーリングでは、その底突き感を排除するために、バンプラバーの、荷重特性を何度も見直して、自然な乗り心地となるようなローダウンスプリングキットとなっています。今回 SZR グレードにハイパーマックスツーリングの適合を確認し、およそ前後20ミリ程度のダウン量が推奨車高となります。RZ グレードに引き続き SZR グレードもハイパーマックスツーリングに適合追加になりましたので、 SZR グレードのお客様もぜひハイパーマックスツーリングお試しいただきたいと思います。